皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年3月17日金曜日でございます。気温は16度といったところでございましょうか。まあまあ暖かくなりましたね。これぐらい暖かいとちょっと汗ばむっていう感じが、そういう感覚も戻ってくるような、そんな陽気じゃございませんでしょうか。実のところオープニングトークって何喋ろうかなってものすごい悩んで1時間近く経過しちゃいました。ですから何喋ろうかなっていうことを悩んでいたっていう、そういうオープニングトークで行こうって思った次第でございます。やっぱり毎日大変なんですよね、いろいろ話すことを考えるの。それは思います。ですからなんかこういうこと喋ったらいいんじゃないのみたいなことがございましたら、ぜひともそういうヘルプメッセージもよろしくお願い申し上げます。まあでもそうですね、いろいろと喋るようなことっていうのは毎日何か出来事が起こるわけじゃありませんからね。あの一回喋ったらもう次の日って特に喋ることなくなっちゃうじゃありませんか。そんな中こうしてなんとか毎日毎日エブリデイエブリデイ続けているのはなかなかすごいと思われません？さあ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 、どうですかどうですか、そういうところをもうちょっと褒めちぎってくださいませ。よろしくお願いいたしました。ではでは行きましょうかね。僕の昨日のお夕飯に行きますよ。僕の昨日のお夕飯はきつねうどんへのナスの味噌汁風味を混ぜ混ぜでございます。はい、そうなんですよ、フリーズドライのナスのお味噌汁、これをあのきつねうどんにあの混ぜ混ぜして温めた次第でございます。するとですね、あの思った以上にそのナスの切れ端っていうものが大きくて、わっナスが飛び出てきたみたいになりましたよ。すごいですよね、小松菜の時も驚きましたけれども、でもあの里芋の時はちょっとゴロゴロじゃなかったのが気になりました。もしかしてあの里芋ってその里芋自体の値段が高いのでございますか。だから量が少なく、あ、すみませんね、なんか急に声が枯れてきましたよ、なんか声が出なくなっちゃいました。ですのでちょっと声を整えたいなと思ってはきましたが、あ、まずいまずい、どうしよう、じゃあ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 ですよ、これで NG になっても大変ですから、あ今整えましたよ、すみませんね、こんなあの本番中に整える次第になってしまいまして、そういうこともあるなっていうことをどうかお許しいただけますと幸いです。はい、そうなんですよ、どうなんですかね、里芋って高いのでございます、そこは気になりました。でもナスや小松菜のそのフリーズドライから解凍された状況はものすごい壮大な感じがいたしました。とのことでして、このナスのお味噌汁風味もおすすめの一品でございます。とのことでして、なんだかすみませんね、ハプニングがありまして、それでもこのまま続けさせていただきたいと思います。はい、
乗り越えさせてくださいませ。じゃあじゃあ行きますよ。本日のお便り、本日のお便り行っちゃいますよ。じゃん、ペンネーム、マミオさんよりいただきました。マミオさん、お便りお久しぶりだと思いますから、でもでもくださってめちゃめちゃ嬉しいですから、ありがとうございます。もうもう、しかも、ああ、もうメッセージも添えられていらっしゃいますよ。メッセージ付きでございます。ですので、そのもうもう楽しみでしかないメッセージをまずは読ませていただきたいと思います。じゃん！リス君の食べているソーセージ、そんなに美味しいソーセージでしたら、どこのソーセージか知りたいです。とのことですよ。え、僕の食べているソーセージをですか？どうしましょう、どうしましょう。ちょっと悩ましい、そういうご質問が来てしまいましたと思います。実は、この放送では、できる限り実名とかそういうものを言わないようにしているのでございます。ですが今回ちょっと踏み込みたいと思いました。ちょっと踏み込みますよ。もしも問題ありましたらお教えくださいませ。どなた様かご指摘お願いをお願いいたしますとのことでして、僕は食べているソーセージを調べました。それによって分かったことがございます。はい、このソーセージ、業務用っぽいものでございます。そして、その販売元さんは、いきますよ。浜松ハムさんでございます。どうですか？有名です？そこら辺は僕はよくはわかりませんが、浜松ハムさんって書いてありました。はい、浜松ハムって、そうですね。あとパッケージ的にはあんまり豪華なっていうか全く何にも書いてない感じですよ。裏面にそういう詳細が書いてあるだけで、とってもシンプルな包装でございます。そして大量のなんて言うんですかね、800g ですか、 800g が2袋というような販売方式でございました。はい、ですからいっぱいいっぱい食べることができるのですよ。お値段の方は2000円くらいだったでしょうかね。そんな感じでございます。どうですか、そのお値段的にはどうなんです、マミオさんのご存知なソーセージと比べまして、お値段的には割のいいものでございます。さあ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 、そうなんですよ、そうなんですよ。そこら辺が逆に僕はお伺いしたいのでございます。リーズナブルなのか、そして、有名なのか。もうもう今度はマミオさんのターンですからね。僕のターンじゃなく、マミオさんからの追伸お待ちしております。とのことでして、いかがでしたでございましょうか。こういうことも、時折は言ってしまっても、じゃあじゃあいいのかなっていうような感じで、大胆に実名を挙げてしまいました。もしもそれによって傷つくことがありましたら申し訳がございません。そのご関係者の皆様とのことでして、じゃあじゃあそうですね、お一言も拝見いたします。
そうなんですよ。ご質問だけじゃなく、お一言もいただいちゃってるんですよ。豪華版だよ。ということでありがとうございます。本当に。じゃあじゃあその楽しみなお一言も拝見しちゃいますよ。じゃん。はあ。わあ。もうびっくりでしたよ。もう。そうですね。簡単に申しますと、これはですね、僕を形作る成分は、はい、その5割がお蕎麦やらおうどんやら、そうしたものの総称って言ったところでございます。そうしたものの総称。はい、これ難しいな、ご説明するの。はい、僕は完全にいじられてますよ。お夕飯がいつもいつもインスタント類ばっかりだなっていうことをご指摘されちゃっているような状況でございます。まあまあその通りと言ったらそうなんでございますよね。もうそんなのばっかり食べてますからね。それはそう言われちゃいますよ。じゃあですよ。でもあれじゃないですか、以前僕はちゃんと完全食、これはお昼にちゃんと食べてます。ですので完全食のカレーを食べているということで、かなり健康体ではあるとは思いませんか。しかも朝はトマトジュースですよ。さあどうですか、どうですか。意外とじゃあちゃんとしてる方じゃないのって思われません。こういじったはいいけれども、いじった割には結構ちゃんとしたもの食べてるよねって思われません。どうなんですか。いつもお夕飯だけはお休めで、そしてバリエーションのあるように食べるようにしているような感じなのでございますよ。お夕飯はお夕飯コーナーがありますから。ですからわざわざ、そうなんです、安くてちょっと健康的に食べられるかなっていうものを選んでいて食べているのでございます。最近はフリーズドライのその製法のもので健康度アップしているとも思いますしね。ですからはい、そうですよ。なんとなくお分かりになりましたかね。まずはい、そうです、僕を形作る成分というところで、はい、僕のその全体のことを言っております。はい、僕全体のことをおっしゃっていらっしゃいまして、そしてその成分は、そうなんです、5割ももっと簡単な言い方に言い換えてくださいませ。そうしますと、はい、徐々にその全体像が見えてきたのではございませんでしょうか。そうですね、これ以上言っちゃいますと、もう僕はこのお言葉に含まれていることをついつい言ってしまいます。ですからこれぐらいでそろそろ行かせていただきたいと思います。これを受けて僕はマミオさんのおっしゃる通りだなというような気はいたしますよ。気はいたしますが、でもそれでも健康な食事を気を使って食べているんですよっていうことは、朝やお昼のその食事の状況をご存知いただけまして、お分かりいただけたいなと思います次第でございます。いや、まだまだそれでも足りないよということございましたら、じゃあもうちょっと何か
アドバイスとかいただけましたら嬉しい次第でございますとのことでして、いただかせていただきましたよ。いろいろなメッセージと、そしてお一言、今日はボリュームアップでございますよとのことでして、いきましょうか。そろそろお一言ではいきますよ。それではマミオさんよりの一言どうぞ。リスの体は半分麺類。